はい、皆さんこんにちは、ケイスケです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、久しぶりに、何年ぶりでしょう、7年8年ぶりに、帰ってきました、田中投手についてちょっとお話したいなと思うんですけども、まあ数々の偉業をね、成し遂げて、メジャーリーグへ、移籍して、ついにね、また日本に復帰するということで、僕とね、田中投手の出会いなんかもね、ちょっとお話できたらなと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、まずね、出会いなんですけども、彼が中学校3年生、宝塚ボーイズからですね、北海道の苫小牧市になります、駒大苫小牧の方に、セレクションという形で、来たんですけど、当時、キャッチャーのイメージもあったんですけども、キャッチャーとして、ノックに入ったりバッティングしたりという中で、最後に、ピッチャーとしてのピッチングですね、それをやるということで、僕が受けさせてもらったんですけども、やっぱり身長もありましたし、ただ今ほどね、がっちりしてるわけではなく、やっぱ細身で、もちろんまっすぐは速い、強いボールは放ってたんですけども、今みたいなこうフォークだったり、スライダーだったり、そういうキレのあるボールっていうのを投げてるイメージは正直あんまりなかったです。僕もキャッチャーだったっていうこともあって、キャッチャーが入ってくるというイメージで、すごくね、焦りというかそういうものも持ちながら、彼のことを見てましたけども、1年生の時からこう試合に出れば、ピックオフで刺してみたり、肩は強かったんでね、本当にね、僕自身もこう焦りながら、だから彼の凄さというか、そういうものをすごく感じてました。で、彼キャッチャー出身っていうこともあったのかもわからないですけど、こうやっぱり、見る力というか観察力というか、そういうものはすごく長けてるなというふうに思ってましたし、いろんなね、編成等でも同じ部屋になることが多かったんですけども、その話をする中で、ふざけたね、面白半分の話もするんですけども、こうやっぱりね、大会が進むにあたっていろんなチームのビデオを見たりすると、彼の意見というのはすごく的確というか、こういった考えもあるんだなというふうに、本当に感心しました。やっぱりね、僕自身も、チームとして成長させてもらったことはたくさんあるんですけども、キャッチャーとして、彼のようなボールをね、受けることができてね、本当に自分自身も成長させてもらったというか、またこう配球だったりっていうものをね、普通はキャッチャーがリードしていくようなことなんですけども、やっぱキャッチャー出身ということもあって、彼が組み立てていきながら僕もこう勉強するというところも本当に、多々あったと思いますし、その中でこう意思疎通というものもできてきたんじゃないかなというふうに、思います。で、2年生の時にはですね、こう甲子園優勝というものを、彼が胴上げ投手として、体験することができましたし、またね、チームとしてもやっぱりこう、もちろん僕たちの年代のピッチャー2人もいたんですけど、この3人でね、こう切磋琢磨じゃないですけど、彼の、存在っていうものが、僕たちの同じ年代のピッチャー2人にとっても大きい存在だったんじゃないかなというふうに、思います。で、これね、卒業式の日に、彼に書いてもらった、メッセージなんですけど、これ結構僕、大事にしていて、本当に嬉しい言葉だったし、で、彼ってこう、テレビで見られてる方もそうだと思うんですけど、結構恥ずかしがり屋というか、そういう部分も持ってるんですけど、こういうことをね、率直に、書いてくれて、もらって、今もやっぱり大事に、しています。でね、彼ね、字もうまいんですよ、やっぱり。結構ね、野球選手って、ストンキョな字書く人も多いと思うんですけど、結構ね、彼の字っていうのはこう特徴的というか、すごく綺麗で、
こうメッセージ性がすごく伝わるような字なんじゃないかなというふうにも思います。はい、で僕のね夢でもあったんですけど、彼がねニューヨークでこうピンストライプのユニフォームを着てニューヨークヤンキースのエースとして投げてる姿をね一回でも見れればなと思ったんですけど、なかなかね、タイミングが合わず、ただねこうやって日本に戻ってきて、もうすぐ開幕を迎えるにあたってね、またね、日本の野球のファンたちをですね、喜ばせてくれるんじゃないかなというふうにも思いますし、彼が来たことでねこのチームの底上げ、プロ野球の底上げでまた北海道の野球の底上げにもつながるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひね、今シーズン田中投手をこう間近でね、見てみてはいかがでしょうか。僕もね、彼を見にちょっと今年は行きたいなというふうに思いますし、そこからねまたいろんなことを学んで皆さんにお伝えできることができたらなというふうに、思います。で最後になりますけども、これは私のイベントとしてなんですけども、キャッチャーズスクールということで、キャッチャーの教わる場っていうのがなかなかない中で、まずは北海道がスタートなんですけども、キャッチャーのね、極意じゃないですけど、もう一方ね、コーチの方と2人で、またねこのコーチの方もたくさんいろんなことを経験している方なので、一緒になってね、北海道の野球のレベルアップに尽力できたらなというふうに思います。またねインスタグラムだったり、YouTube でもその模様ね流したいなと思いますので、おそらくゴールデンウィークぐらいがその時期になるというふうに、今ねそこに向けて、僕たちもいろいろ勉強しながらやっています。ぜひね、まずは全国の方はあの YouTube を通して見ていただいて、北海道の方はぜひキャッチャーってね面白いぞと、いいポジションだよと、やりがいのあるところなんだよっていうのを分かってもらうためにね、僕たちも頑張りたいなと思いますので、ぜひ、ご覧になっていただきたいなというふうに思います。今日はねここまでですけども、またね、スクールの模様など動画の方に上げたいと思いますので、またその際にはよろしくお願いします。以上、ケイスケでした。ありがとうございました。